ダイビングのマスクなんですけど、普通のゴーグルと違って、鼻まで入れちゃいます。で、ダイビングのマスクは、水中の中を見やすくするための道具なので、この中に水が入ってこないっていうわけではないので、また水が入ってきた時の水の抜き方の説明もしていきます。で、つけ方は目も鼻も入れちゃいます。で、上唇の上にこのマスクのスカート部分ですね、下の部分が来るぐらいまで下げます。で、バンドは耳の上を通って、ちょっと頭の高い位置に後ろのベルトが来るようにつけます。これがマスクの正しいつけ方。で、シュノーケルの加え方なんですけど、あーの口で口を開いて、イーの口でマウスピースを止めます。で、この時グッと強く噛んでしまうと、隙間から口の中に水が入ってくることがあるので、歯は軽く添えるだけ、イーで添えるだけで、ウーで口をしっかり閉じます。なので、このウーの状態が一番正しい状態です。で、呼吸はここがストロー状になってますので、勢いよく呼吸をすると、ここからお水が入ってきた時に水を飲んでしまうことがあります。なので、ゆっくり大きく深呼吸をするようにしてください。で、ダイビングもシュノーケルも激しい運動とは違うので、ゆっくり動くこと、呼吸もゆっくりするようにしてください。ハハしてくると限られたところでしか呼吸ができてないので、どんどん苦しくなってくるので、必ずゆっくり動いてゆっくり深呼吸、もう水の中を楽しむのが基本ですので、それを忘れないようにしてください。あとはマスクの水、さっき言った通りマスクは水の中を見るための道具なので、水が入ってくることがあります。この時は自分で水を抜いてもらいます。マスクの上の部分を軽く押さえて、ちょっと顔を上げて、鼻からゆっくり息を吐きます。それで水が入ってきた時はそれをやってください。ダイビングで一番大切なことは、ゆっくり深呼吸をすること、あとは耳抜き、この2つができればもう完璧です。なので、どうしても空気吸ってるんですけど、皆さん水中で苦しいです、苦しいです、もうダメです、上がりたいですっていう人が多いです。なんでかっていうのは、呼吸をしてるけど吸ってばっかりいて吐いてないから、どんどん苦しくなっちゃう。みんな水中に入って空気が欲しくなる、呼吸をしなきゃって思うのに、吸ってばっかりいて吐くのを忘れるから苦しくなっていきます。過呼吸状態になってるので、なのでゆっくり深呼吸、4秒ぐらいゆっくりかけて吐いて、4秒かけて吸う、深呼吸を忘れないようにしてください。で、苦しくなったら深呼吸で、ちょっと動いたりしてバタバタしてハッハッしてきた時も、一度動きを止めて深呼吸するようにしてください。大丈夫ですか？で、じゃあ使い方を説明していきます。いっぱい機械がいろいろついてるんですけど、今日は使うものだけお伝えします。タンクをまず自分の膝に挟んでください。で、今日使うのはこれだけ、この呼吸器の機械だけになります。よく見るとさっきのシュノーケルと口元同じだと思います。使い方は一緒です。あの口で口を開ける、イの口で加える、ウーの口で蓋をする、これが基本です。大丈夫ですか？このぐらいゆっくり深呼吸してください。今バッチリです。これで水中行けば苦しくなったりしないと思います。
すげえ。あとは耳抜きですね。耳抜きしたことある。なんかこう山道登ってたりして耳が痛くなったり、トンネル入った時に変な感じする。あれは勝手に急激じゃないので勝手に耳抜きしてくれてるんですけど、これからどんどん水中に入っていきます。水圧で鼓膜が押されます。そうすると鼓膜に違和感、耳に違和感があったり痛みが出てきます。これを自分で解除してもらいます。でやり方は一つ、一番わかりやすいのは鼻をつまんで鼻をかむ時みたいにで息を出します。ただグッと思いっきりやると鼓膜傷つけちゃうので、これも5秒ぐらいゆっくり時間をかけて一回息を吸ってゆっくりと耳に、耳の中から押し戻してあげるようなイメージです。ちょっとやってみましょう。鼻をつまんでゆっくり耳パカってなんか落として大丈夫。これが耳抜きになります。で、多分初めてだとできてるかどうかが分かりづらいと思うので、これを今日ロープを持ってどんどん潜っていきます。ロープを持って少し握って深くいったら1回耳抜き、もう1回握ってちょっと深くいったら耳抜き、これを繰り返して推定まで行きたいと思います。でもし耳痛みとか何もなければ大丈夫ですよってサインください。痛い時は痛いですって教えてください。痛い時はもう一度そこでゆっくり耳抜きをするか、何度やってもダメな場合は少し浅く戻ってからもう一回耳抜きしますので、それでゆっくりゆっくり降りていきます。で下に着いたら基本的には下地面に捕まっていただいて、今日はこういう体勢で水中の中移動していきます。どうしても立ち上がって起き上がったりしたくなるんですけど、タンクのバランス重たいので立ち上がっちゃうとそのままステーンと転がったりするので、必ずうつ伏せのままゆっくり移動しますので、これだけ下まで着いたらうつ伏せの姿勢で移動するってことだけ忘れずに、はい、お願いします。